いい一日でした。いい一日？いい一日でした。はい。今日面白いですね。ありがとうございます。深い根がさ、泣きぼくろあったんや。泣きぼくろってここ、ママ？そうです。ありますよ。姉と反対の位置にあります。今日のファッション大人っぽい。ありがとうございます。今日はね、ちょっとお出かけするっていうか、事務所に用事があったので、ちゃんとした服を着て行ってました。イエイ。明日もね早起きなのでね、今日は早く寝るんですけれども、明日は早起きなので、まあ1時間ぐらいはね昨日と一緒でショールームしようと思ってるので、ぜひ最後まで見れる方はお付き合いよろしくお願いいたします。はい、皆さんね、時間が発表されましたね、握手会の。なぜあんなに私は遅い時間帯なんだみたいなね、私って何歳だっけってちょっと思って、でもなんか文句言ってるみたいな感じになるんですけど、もうちょっと早めていただけたら嬉しいなと思うんですけどね。私って17歳でしたよね。はい、でしたよね。はい、なんであんなに後ろにいるんだろうなと思うんですけど、まあ皆さんがね会いに来てくださるなら、じゃあもう、うん、こんばんは。はい、そうそうそう。なのでまあね、コロナで来れない人もまあいるじゃん、うん、っていうのも上に、そのプラス夜だから人がこうお家に帰るまでの時間がとかで来れないとかあるじゃないですか。うってなりますね。毎回最終枠なんですけどね、いつも訴えてるんですけど、訴えてるやだー早くしてって言うんですけど、りひちゃんと年齢反対に思われてる、切ない。それな、まあでもまあまあ運営さんが決めたことに私たちは従いますからね。はい、うん、うっ、そうですね。でもまあ楽しみです。ケンタッキーによってハンバーガー買って帰るよ、今日の夜ご飯。結局麻婆豆腐食べたの。あ、結局麻婆豆腐食べました。お昼食べた。夜は何も私は食べない人なので、休館家に届いて。そうなんですよ皆さん、今日はね、やとかめちゃん観察日記休館が出る日です。イエーイ。あのですね、私はなんと今日はありません、ズドン。あのですね、なぜならば特典っていうのが今回ね、安藤先生がこう書いてくださったんですよ、多分ハロウィンに近いからかな、うん、でまあヒロインのところにいる私の演じてる子が笹津ヤンナちゃんっていう子なんですけど、髪の毛が赤い子ね。その女の子3人がね、プリンセスに仮装してるというので、私が演じる笹津ヤンナちゃんは赤色の髪の毛をしているのでリトルマーメイド、人魚姫なんですよね。まあ、多分伊勢エビっていうのがあるじゃないですか、あれも多分あえて海の中のやつなんだと思うんですけど、そのポストカードの特典がどこにでもあるわけじゃなくて、だよね、ママ、お家から遠いっていうのと、何だったっけ、その店舗にしかないんですよね。店舗によってキャラクターが違うので、私はそちらに、明日はちょっと私はね、ちょっと朝早くからいろいろあるので、お母さんが取りに行ってくださるので、はい、ゲットしたら皆さんにツイートしようと思います。楽しみですね、本当に。ずっとはい、楽しみです。車で行こうか悩み中です。帰りに迷子になったら願いちゃんの家に泊めてね。それはできませんね、お母さんとお父さんが出た、愛に男の人を家にあげて泊めてね、ママ、あげたことなんてないけどね。そうなのよ。
早く劇場行きたいです。私も早く劇場行きたいです。劇場で踊りたいです。まだ演じてないよね。まだ演じてないです。演じさせていただくですよね。今日は髪の毛赤く見えるね、ママ。そうだね。ん？得点つくよね、ママ。あのカードが。カードがついてくるんですよ。で、それがいいところが、その全店舗に行って合わせると3枚のプリンセスがつながるんですよ、お母さん。そうですね。でも私はちょっと。推しだけ。私が演じるさやんなちゃんだけちょっとゲットしようかと思ってます。願いの家が無理なら願い母様のお宅にぜひ。ダメですね。ダメですね。こんばんは。こんばんは。ツイート楽しみにしてます。ありがとうございます。はい、あ、そうですね、じゃじゃーん、ファンの方からいただいてた靴をずっと着れてな、履けてなかったんですよね、ママ。ちょっと理由がね、私の足のサイズがちょっとこれがちょっとだけブカブカ で体重が減ったのもあって皮、うん、脂肪が減ったじゃないですか足の、うん、でもっとブカブカになってこうないかと思ったら、ちゃんとね送ってくださったファンの方が厚底の中に入れる、ま、下っていうの、中敷きを入れてくださってたのを見つけてですね、今回の握手会で履こうと思ったんですけど、すごいなんかめちゃくちゃ可愛いよね、ママ。ありがとうございます。こうやってね、私ファンの皆さんからいただいた靴とか服とか、大丈夫ですか、あとはパジャマとかいろいろイヤリングとか全部使ってるので、握手会とかでも日常的にもね、ぜひ。それ履いたら見下ろされたよ。もともと見下ろされてるやん、お願いの。そうなんです。すごいうるさいな、上が。まあしょうがないね、大丈夫かな。かっこいい、こういうブーツ持ってなかったのでありがとうございます。今回履かせていただきます。かっこいい靴ですね。だよ、無理してくるのはダメですからね。ねえ、ママ。やっぱ本当に皆さんこうですよこうですよって言いたいんですけど、みんな来てね来てねって、まあ、せっかく私が嫌いなコスプレをするので、うん、ハロウィンだからっていうので妥協したんですけど、私コスプレが嫌いなんですよね、うん、あんまりしたくなので、今回はまあハロウィンだからっていう理由でやるんですけどね、ママ、うん、なんですけど皆さんにも、ま、来てほしかったんですよ。せっかく私やることなんてね、もうレアなので。でもなんか今回やっぱコロナじゃないですか、皆さんね。ねえ、ママ、うん、コロナでやっぱりお子さんがいるとかおばあさんがいるとかね、あとは奥さんがいるとか、こう高齢者の方と一緒に暮らしてる方々ってやっぱりちょっとリスクがあるじゃないですか、うん、私が菌を持ってなくてもこう来る途中でいろいろあるかもしれないですもんね、うん、なのでこう来てねとは言えなくて、本当に今回ちょっと遅い時間だけどっていうツイートを先ほどしたんですけど、ツイートの仕方をすごい迷いました、うん、来たいと思ってくださってる方もいるけど、ちょっとね、いろいろ事情があるっていうのをやっぱり分かってるので、はい、本当に願いママが高齢者だと何の話をしてるんだいどういう意味、そうなんですよ、どういう意味ごめんなさいごめんなさいね、高齢者と暮らしてる方とかもいるじゃないですか。例えばおじいちゃんおばあちゃんと暮らしてるファンの方もいるから、ちょっと安易にね、早く来たい来てねとか会いたいねとかは私言えなかったんですよね。ちょっと昨日ぐらいに発表されて早くやりたかったんですけどね、ツイート、うん、ちょっと考えさせていただきました。遅くなってごめんなさいという謝罪です。あ、ネタだったのね、びっくりした。私なんかママが高齢者っていう失言をしてお母さん怒らせたんだと思いました。いやいや、もしもそういう風に言われたとしても怒らない、ママ、うん、こんばんは。
こんばんは。かわいい、ありがとう。そうなんですよ、なのでちょっと来れない方も申し訳ないんですけど、うん、全身写真を撮ってっていう方もいるんですけど、やっぱり全身写真も撮れるかわからないじゃないですか。バタバタしてるし暗いのでね、もう時間帯がね。なのでまあここ自撮りとかになるかもしれないんですけど、そこは本当に申し訳ないですね。はい、去年の TGC イベントの時の、うん、ナースのコスプレまたみたいです。あれはですね、北川しのちゃんに借りたやつです。顔白い、今日なんか上の光がオレンジなのね、ママ反射してるのもあるけど、そう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 、もともと私肌は白い方ですよ。そうですね、仕事の主張性、そう、パパはちょっと自分で焼きに行ったところだけどね、仕事の調節してもらいつつある。そう、ありがとうございます。そうやってね、来てくださる皆さん、本当にマスクして消毒液があれば持って、置いてあるんじゃない、あるよね多分ね、うん、草が大人っぽい、ありがとう。ハロウィンだからだ、うん、ね、あの願いに合うのは落ち着くまで自分は取っておきます、コロナが落ち着くまで。あ、ありがとうございます。そういう方もね、申し訳ないって謝ることではないので、私たちってウィンウィンな関係じゃないですか。私もファンの皆さんに会って楽しむ、ファンの皆さんも私にとって楽しむ、無理をしていくわけではないので、これってウィンウィンな関係がウィンウィンじゃなくなるとね、ダメなので。関東でもやってくれると嬉しいな。そうですよね、でもやっぱりちょっと今まだ厳しいと思うので、多分運営の皆さんもいろいろ考えてくださってると思うので、早く皆さんのところに行けるのが楽しみです。行ける可能性出てきた。あー、行けますように。ちょっと暑いから脱ぐわ。以前のようにもう戻ることはなさそう。まあね、共存して生きていかなきゃいけなくはなりますよね、ママ。そうですね、そう簡単にこやつはなくならないと思います。中国地方でイベントあればいいのにね。いろんな国に私行きたいですね、ママ。ニューヨークとか、まあ、言えば今の中国とか台湾、あとは韓国、あとはどこだ、ママ。あ、ブラジル、台湾とか、いろんな国に、イタリアとかやりたいですね、ママ。行きたい。願いと会いたいファンは全国にいるからな。あ、日本の中国地方。あ、そういうことね、はい、そういうこと、ごめんなさい、間違えました。トリックオアトリートって言われた時のためにお菓子持ってく。もらえないね、ママ。もうどうだろう、ダメだよ、ママ。子供だよ、会場としては。あ、でもありがとうございます。中国地方は日本でごめんなさい。あー、ピエン、広島とかも行きたいですね、ママ。こんばんは。ウィンウィンな関係って素敵すぎます。そうですよ、ウィンウィンじゃないとね、ママ。そうです、そうだって私は思ってますよ。うん、そう。皆さん、昨日更新したインスタのストーリーは見てくださいましたか？あ、見てない方がいるって聞こえましたね。ぜひストーリーね、更新頑張ってるのでぜひ見てください。ネガイちゃんもご飯食べましたか？私はね、2食なのでお昼ご飯は食べましたよ。朝ご飯と昼ご飯、夜ご飯は食べないので。何食べました？あ、まだ見てない、見に行くんだ。あ、ありがとうございます皆さん。僕はたとえ海外で握手会があったとしてもどこへでも行きます。ありがとうございます。見たよ、
ありがとうございます。そうなんですよね皆さん。最近ね私の習慣が本当にこれからドーナツ食べます。私もこう糖質とか糖質体重とか気にせず何でも食べる体型になりたかったね。ママ本当に何食べてもいい人になりたかった。本当に太らない方っているじゃないですか。まあ聞いたところによると今食べても太らない子って例えばもっと大人になったら太っちゃう子とかっているんですよね。バランスね。うんね。私は食べ過ぎると太る体質に生まれてきてるので特に油なんで本当に控えないとね。一応私アイドルなんですよ。アンニョン清楚で超絶美しい願い。あーこまおーインスタストーリーツイッターに宣伝したよ。ありがとう見たよ。どんなに食べても太りません。いいでしょう。いいな。インスタフォローしました。ありがとう。お母さん韓国でチャミスルのレモン味が出ました。あとブルーベリー味も。あらまドンキに来ないかな。あらまねがいちゃんこんばんは。大富豪です。この間誕生日でした。お祝いして。ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデーリア。名前呼べないからなんとか。あなた。ハッピーバースデートゥーユー、おめでとう。ぜひ素敵な一年をお過ごしください。あなたは何ケーキを食べる？私は絶対チョコレートケーキ。インスタフォローしました。あ、ありがとうございます。美しいからむっちりでも OK だよ。あら太ってても愛してくれるって、うん、ありがとう。でも自分は愛せなくなるからちょっと痩せときます。おめでとうございますね。ありがとう。わー深い気の皆さん優しいね。これですよ私が求めてる。こうファンの人はそのまんまなんです。私のファンの皆さん、いや昔はちょっと過激なファンの人もいてちょっとあーってなってたんですけど、まあ、その方々はねちょっと違うところに行ったので、もうすごい平和ですよね。ママ平和だ。もう手を取り合ってて、もういろんなね国境の方が私のことを好きになってくださってるんです。なぜか。でもねそういうことも分かり合って、こうこうこうだよって言ったりね、例えばハングル語が書いてあって私の言葉があんま分かんなくてコメント書けないって方はね、ママ、うん、日本語喋れるハングル韓国の方は言ってくださったり、イタリアの人が来てくださったり、台湾とかいろいろな方がね、もう海を越えて私のことを愛してくださってる方々がいるんですよ。本当にそういう方ともこう協力して私のことを応援してくださってるファンの皆さんがいてですね、本当に私は誇りに思っております。私のファンの皆さんをなんていうんですかね、民度がいいと思います。ありがとうございます。素敵ですね。Thank you. Thank you. そうなんですよね。元気がいいしパワーもらえる。ありがとう。今日すごい元気が良さそうに見えるじゃないですか。パワーあげれたのはバンバンザイなんですけど、寝てないんですよねちょっと最近ちょっと寝不足で、今日ちゃんと寝るために全く寝ないようにしたんですけど、そしたらちょっとテンションがちょっとミーンってなってるんで、いつもこんなうるさくないんですけど深夜テンションになってますね。正直にファンの皆さんの前だから正直に言います。眠たいです。でも大丈夫、深夜テンションだから。ねがいちゃんが癒しだから深い気は平和です。ありがとうございます。本当に嬉しいです。ちょっと BT シブルちゃんたちはお母さんのところに今ね行ってるので、東京から見てます。あー、ありがとうございます。倒れはしないよ。大丈夫大丈夫。ソーンちゃんは世界中で通じる微分。本当ですか？嬉しいです。今日は早く寝てね。今日は早く寝ないといけない。今から寝て、お風呂入っていろいろしてから、明日は朝早くて集中しないといけない日なのでね、うん、そうですね。ね、聞いてください。ファンもお尻にいるんですよ。ってことは私優しい人ってこと？年表も優しい。本当に、うん、優しい人なん願い。わあよかった。あ、明日ね午前中が今のスケジュール的にはバタバタしてるんですよね。明後日もファンの方からもらったライアン大好きなんです。ね、
ファンの方からいただいたぬいぐるみは一回一旦ね、あのママのところにも避難させてるんですよ。ベッド改造してるんです今ね。いずれここも変わります。ファンの皆さんからのプレゼントを受け取ったらね、なんかポスターみたいなのをくださった方がいるので、ここも変わります。あなた優しいよ。あ、そうなの。案外小生意気なところあると思ってた。小生意気、わがままだと思ったけど。優しいよね、ぴょん。わがまま言わへんけね、あんまり言わないね。ベビーカステラくんじゃありません。でもその名前気に入った。コロナ終わったらすぐ行くから待ちなさい。はい。ね。ね。僕はねぴょんの優しさが好きなんですよ。ありがとう。体壊さないでね。大丈夫。へー。握手会とかで印象変わったくらい優しいなって思ったよ。本当にありがとうございます。私の幸せは皆さんが幸せになるからかな。そう、営業中のやつもうなくしました。ちょっと雰囲気合わないので。もうちょっと私のあのキャラじゃなくなってしまったの。そうなんですよ皆さん、あの最近私寝る前にしてることがあって、ちょっと本当に最近寝れないんですよ。考え事をしたりとか、こうなんていうんですかね、いろいろあってちょっと寝れない時が多くて、でな、そういう時って何をしようかと思ったら音楽を聴いたり、あとは何やったっけ、ママ小説を読んだりするんですよ。でよくこういう話をするとファンの皆さんから、どんな小説を読むのとか聞かれるんですよ、ママ、うん、どんな小説を読むのって言うんですけど、まあ今ね、あのお父さんがね買ってくれたこの全ての瞬間が君だったっていうあのねやつとか、あとはなんだ、ママヤトカメちゃん観察日記とか、うん、そういういろんな本読んでるんですけど、最近はですね、携帯小説を読むんですよ、ファンの皆さん。で、なんか決まった本を読まなくて、最近どちらかというと携帯小説で出てきたやつを片っ端からパン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 見ていくので、何を読んでるのか、まあ、正直な、何読んだっけ、なんて題名だったっけってわからないんですけど、こう携帯小説をいっぱい読んでから寝るようにしてますね最近は。恋愛小説とか読まなかったタイプなんですけど、恋愛小説を読むようになりました。メガちゃんが優しくないら他のメンバーは鬼ですよ。そんなことないですよ、みんな優しいです。営業中の代わりに冷やし中華始めました。冷やし中華始めました。推理小説は目が疲れるだけっていうイメージです。携帯小説は目が疲れるだけっていうイメージ。大丈夫、私ブルーライトカットのメガネだから。手羽先食べたい。あー美味しいよね手羽先。私手羽先うまく食べるんですよママ、うん、身を残さず食べれるよね。そうママの煮込んだやつも食べれたね。プルンとプルンと。読書の秋だ。そうなんです、眠くなる。技術書を読むと自然に眠くなります。ナイスブルーライトカットメガネ。あのね、ブルーライトカットみたいなね目薬もお母さんが買ってきてくれた。これはコンタクト外して、メガイちゃん以外の人の声が聞こえるのは嫌だ。あらママ、あら、許してください、私の母なんです。あの姉でもなく母なので、私の生みの親です。すいません、ちょっと私の生みの親なんです。ブルーライト横浜メガネ、そんなものあるんですか。おしぼり投げてくる方なんているの。これ以上言及はしないでおきますね。ママ喋っていいよ。いいよ。ジャンルがいろいろなのね。登場人物がいっぱいだと分からなくなって読み返しちゃうとかあります。確かに。長井の手羽先も待ってください。全部食べてあげます。食べてくれるの？ありがとうございます。ちょっと私の分までたくさん食べてください。ブルーライト横浜は古すぎる気がする。そうなの？目が大切だからね。そうなんです。寝返っちゃうママの声落ち着きますよって。私がね声が高いんだよちょっと、うん、大丈夫だよ。でもね確かに願いの声だけを聞きたいっていう方も確かにわかる、うん、私の声を好きになってくれてありがとう。いや8年通ってるからこそのある種の照れだと思うけど、それでいいんですよ。そう捉えられるのはすごいと思います。
小説とかたくさん読むと現代文の読解力が上がってテストの点数上がりますよ。そうなんですか。アットホームな願い系前から大好きだよ。ありがとう。あ、皆さん聞いてください。あれ何話そうとしたっけ。あ、モーニング部入りました。イエーイ。松本千佳子さんがなんか経営してる経営立ち上げたモーニング部というものにですね、なんか多分入ったのかな、入りたかったんですけど、なんかツイッターで返信したらようこそみたいな返信が返ってきたので多分入れたと思うんですけど、いつカフェに行くのかなと私はずっと待ってるんですよ。はい、いつカフェに行くんだろうなと思ってるんですけど、ちょっと千佳子さんに会う機会がね、あるかないか、明日あるかなって感じなので聞きたいんですけど聞けないんですよね。なんかちょっと千佳子さん忙しい方ですから、私なんかがいつ行くんですかなんて言ってもちょっとと思うので、いつ行くのかな、誘われるのかな、どこに連れてってもらえるんだろうって楽しみにしてます。私井田さんのあれにも入りたいんですよ、キャンプ部。あ、掛け持ちしようかしら。モーニングの発信とかいいアイディアですよね。ですよね。私コーヒーのものが大好きなんですよ。あと早起きは得意だよね、ママ。そうですね、ちょっと最近はね、なんかちょっと、あ、マキコさんの食パンはなんか呼ばれなかったんですよ。いや、なんでかなってね、ママ、うん、思うんですよね。私一応食パンが好きで通ってるはずなんですよ。え、マキコさんにも誕生日に食パンお渡ししましたし、毎回チームインさんのメンバーの時って全部食パンを渡してたりするんですね。なんで呼ばれなかったんだろうなと思って言ってるんですけど、そういうこともあるよね。猫猫食パンまた食べたい。にがいちゃんのテレビ12周年連動企画 SK48 の好き。はい。私の縄跳びいつだろう。私の縄跳びいつだ。誕生日プレゼント食パンなのは一部で有名なのに。そうですよね。本当。ダメですね。はぶられてるかもしれない。やだ、気づかなかった、私幸せ者ね、こういう時に昔だったらはぶられてるって書かれたりしたらそんなのかなとか嫌われてるのかなと思うんですけども、なんかそういう感情がなくなってね、お笑いに変えれるようになったよね。成長ですよ。足腰腰腰中だからマキコさんが配慮したんですよ、きっと。いや、印象に残ってなかったんだと思います。ちょっと印象に残ってなかったと思うので、これからマキコさんの前に1日4回ぐらい現れに行こうかなと思います。夢の中で食パン持って現れようかな。マキコさんねえ、ママ、こんばんは。こんばんは。私は面白い大阪人じゃないですよ。風来坊と世界の山ちゃんどっち派ですかって、ママ。ねえ、風来坊。前ママがお土産で買ってきて食べてた、美味しい美味しい。ママでもな、風来坊も美味しいけど、相模も美味しい。相模。いや本当にコラボしてたからとか関係なく相模って美味しいんですよ。マキコさんやレオ様に入らせてくださいって言っちゃいましょうよ。こ、怖いもん。怖いもん。レオナさんには話しかけれるようになったけど、マキコさんに話しかけるの緊張するもん。あれ雑誌だけの企画だったかもしれないですし、ちょっと緊張するもん。マキコさん、私食パン好きなんですけどってなるので、今ね、ねえママ、うん、私はあれだね、うん、何だったっけママ、うん、モーニング部なんで、まあ、呼んでいただけるかは不明ですけど山ちゃんの手羽先はピリ辛ですね。確かに
私は風来坊とあれで派だよ、ママ相模さん派です。いや本当にコラボしてた SK48 さん、 SK48 と相模さんがコラボしてたからとか関係なく相模さんは美味しいです。前からね言ってたから文句言わないでください、ファンの皆さん。まいっこさんに、まいっこさんは何にも悪くないです。私のちょっとオーラがないから、オーラオーラがなかったので、ちょっと今日からまいっこさんの夢の中に食パン持って現れようと思います。はい、またママ風来坊を買ってきてよ。わかりました。皆さん、私カリウム不足ってね、あのお医者さんに言われたんですよ。ママ言われたね。豆乳飲みましょう。そう、豆乳飲みました今日。ちかこさんに、いつお時間あります、一緒にモーニングしませんって言ってみたら、頑張ります、頑張りますね、いつでも暇なんで呼んでくださいって言おうかな。そうしよう。まきこさんに、深井圭さんより P4U のリクエスト券のプレゼントしたから遠慮はしなくていいですよ。そうなんですね。でも、遠慮しちゃうんですよね。会う時ないんでしょうね、まきこさんに最近。まあね、この話はお笑いなんで文句ではないですよ、皆さん。豆乳と青汁の混ぜて飲むと美味しいですよ。一回ママがお汁飲んでた時あったじゃんか、うん、子供の時にね、うん、ママがトイレに行った瞬間に私一回飲んでみたんよ、ちっちゃい時に、うん、まずくないでしょ。ダメだった、多分ちっちゃかったんやん、まだ幼稚園とかの時だったので、お母さんがね、青汁を通販で頼んで飲んでたんですよ、シェイカーみたいなやつに入れて、うん、子供ってやっぱ好奇心旺盛じゃないですか。私はすごい気になったんですよ、あの緑の変な物体は何だと。ねえママ、パパパパパって走ってママがいない時に飲んだら、子供の私にはまだ早かった。豆乳いろんな味があるから最近ハマってる、美味しい。さっきね、さっき皆さん、ココアを凍らせたんですよ。ココアのキッコーマンの豆乳をそのままパックで凍らせて食べました。あのカロリーが低いアイスの出来上がりなんですけど、あの私やっぱりカリウムが少ないじゃないですか、だからキッコーマンしか私は飲まないんですけど、あの調整豆乳となんか濃い豆乳じゃダメで、なんか無調整豆乳じゃないとダメなんですよね、ママ、うん、なので無調整豆乳を今日飲んでみたんですけど、あ、うんうんって感じでした。味うんってなったまま。でもこれからちょっと頑張って飲もうと思います。カリウムがないと、私カリウムが少ないからむくむんだと思うんですよね。そうそう、こんばんは、こんばんは。あ、今日ね、なんか紅茶ってやつ見ましたよ、ママキッコーマン。そうなの、今度買ってこないと。へー、トマトジュースはパパが大好き、いつも飲んでるよな、パパ、うん、もう朝起きたらトマトになってるんじゃないと思う、いつも。この間ごま豆乳鍋食べたよね。美味しいんですよね、これが。それで締めにスパゲティを入れるというカルボナーラを作りました。デブ活ですね。でも私たち1日2食だから、うん、カロリー取らんと倒れてしまいますもんね。チョコミント豆乳あるんよ、ママ。それはママ飲めない。そうなんです、嫌いなファンの方多いんですよね、チョコレート豆乳。チョコミント大好き。紅茶の豆乳美味しいって。いや、飲んでみたいな。コーヒーも？コーヒー好きですよ、私。最近スジャータさんから出ているアーモンドとかの豆乳飲料が好きでよく買ってます。あー、横に売ってた、あれ気になったんですよ。どっちにしようか迷ったんですけど、安い方やなんだ。チョコミント、チョコミントならいいけど豆乳は余計かな。うーん、確かにマカデミアナッツの豆乳は美味しかったです。そうなんですよね、そういうのありますよね。でもやっぱり無調整豆乳が体にはいいのかな。
って思ってます。カルピスに青汁入れるのも正解かな。体にピース、カルピースにあのちょっと苦い青汁を入れるんですか。すごいね、チャレンジャーだな。私はできないかもしれない。麦茶と牛乳を混ぜるとカフェオレになるよ。今度試してみてね。ダメですね多分できないわ。キッコーマンの無調整豆乳は飲みやすいですよね。そうなんですよ。砂糖コーヒーも飲んでもらいたい。砂糖コーヒーじゃない、なんて書いてあるんだろう。無調整コーラがいい。私ね、あの振って調整しないと飲めないです。コーラは炭酸がきつくて舌がピリピリしちゃうの。横に振ってね、横に振ってこうやって。炭酸好きなんですけど頻繁に飲まないんでね。どっか久しぶりにネガちゃんに会うから緊張して喋れなかったらごめんね。私は綺麗さが劣化してないか心配です。頑張ります。粉末の青汁はいろいろ使い道があります。そうなんだ。ママ青汁始めてみたら。そうだね。どっか羨ましい。いやマジで麦茶牛乳やってみて。頑張ります。砂場コーヒーです。あ、美味しそうだな。ビターサのマッチという飲み物がおすすめです。マッチだって。マッチマママッチ好きなんですよ。トーク会関東でもやってくれ。あ、誰まとめ線が打って。今だるまと目線合わせてます。すごいすごい、高いだるまがいっぱい。100個だって。ありがとう。だるまの表情ちょっと真似してますね。あ、いなくなっちゃった。バイバイ。あ、飛んできた。だるまの表情ってこんなんじゃないですか。あー、ありがとうございます。スクショタイム、スクショタイムしましょう。だるまです。皆さん、私はだるまと目を合わせてます。真剣勝負だ、100個だって。ありがとうございます。だるまが定番になってきましたね。顔が近づくから胸キュン、キュンキュンです。今日も願いルームは平和ですよ。勝負するなら目を半分くらい開けて睨むといい。ダメです、ダメです。あ、まただるまが飛んできた。なんかこのだるまって睡眠効果あります？ないよ。それはあなたが眠たいんだよ。絶対このだるま睡眠効果持ってる気がする。ママそうじゃないよ。絶対睡眠流してますね。ハングル語読めないなんて書いてるんだろう。目薬さそうドライアイになった。今ドライアイで思い出した。パパがよく言ってた朝日スーパードライ思いましたね。パパめっちゃうまい。あれ、上からさしてみます今回は。
あなたはだんだん眠くなる、いやだやだやだだるまが1匹、だるまが2匹、だるまが、あ、絶対に夜出てくる。パパ何派？ビール、朝日とキリン、キリン、レモン、キリン、レモン。メガイちゃんの効果が睡眠効果ある。何痛風って、うん、病気、あ、うん、早く治りますように。私も今食べてます、朝日スーパードライです。 お！タイムリー。私飲んでないよ。間に合いましたよ。こんばんは、こんばんは。朝がスーパーつらいやって、うん、確かにつらい時あるよね。すや、目薬の液が垂れてくる。一回飲んでみたいのはダメなんですよ。パパとはね、皆さん飲みたいって方がいるんですけどね、ママ、うん、ダメなんですよね、うん、そうなんですよ、そこは超えれないんです。境界線があるんです。怒られる運営さんに。毎日辛いです、毎日辛いです。人生そういうもん。ここでは楽しくね、ねしましょう。パパかい、パカエ。45分経ったら眠ります。嘘ですが、なんでそんな嘘ついたの。川の流れのように。なんでそこ、わからない、急に浮かんできた。なんでそういう時ない、ママ。あるある、ある。急になんか意味のわからん歌が、意味のわからん歌ではないけど、悲しみが深い願いやな。そうですね、パパさんは参戦しないですよ。お父さんはお外さし仕事です。そう、演歌が、演歌とかね、あの聞かない音楽がね、たまに頭の中に浮かんでくるのはなぜでしょう。本気でちゃんと眠ってね、本気でちゃんと眠る、眠りは本気で挑まないといけないみたいですね。頑張ります。フラッとなんか曲が舞い降りる時あるよね。そうなんですよね。あなたはだんだん眠くなる、眠くなる、眠くな、半分ずつ脳を休めながら寝ます。木を寝ます。嘘です、嘘かいな、嘘かいな。器用だなって本気で思ってしまったわ。願い、なんかの大会出れるよと思った。願いパパから男は何か聞いてみたいわ。今パパに今 LINE で聞いていますね。電話はかけれないので、あのブチ切りされるんで。ファンの方から男とは何か質問、質問が来てるよ。ママパパに連絡して。何？ LINE 見てって願いの。見るでしょ。見ないんですよこれが。最近なんかちょっと既読無視が流行ってるんです、お父さんの中で。ちょっとスタレンしますね皆さん、ちょっとスタレンしてきます。気づけ気づけ、気づくんやパパ子、気づくんだ。
気づかないんだが。寝てるんだが。電話かけたのかな。LINE 見て、 LINE 見て、ブチギリにされる前に LINE を既読してください。そして返信をお願いします。男とは何かです。お願いします。切られました。切られました。お父さんから今返信が返ってきますよ。パパさん忙しくないですよ今の時間はね。ママもうお家に、もうお家に行ってゆっくりしてる時間です。待ってやってきた、うん、はい。お仕事も終わってますよねパパ。はい、パパは終わってます。終わってる時間を把握して私は電話をいつもかけてるんです。偉いでしょ。29時間配信の時パパが登場したら他のメンバーさん爆笑してましたよね。ファン、違います、運営の方にもなんか褒められましたよ。よかったよ、違法版よかったよって言って、ありがとうございますって言って、でもなんかこんな人いましたよって言って、なんやって、何なんか言われたのって、なんかやる気ないよねって言われました。なんか私のファンじゃない方だと思うんですけど、なんかお父さん呼ぶってやる気ないよねって言われちゃいました。ほっとけって言われた。やる気バリバリあったやんっていう。ねがいちゃんの読み聞かせ聞きたいですよね。昔昔桃太郎。ちょっと待ってくださいね。行きますよ。昔昔、お父さんの連絡が返ってくるまで。昔昔、あるところにおじいさんとおばあさんが住んでいました。おじいさんは山へ芝刈りに、おばあさんは川へ洗濯に行きました。おばあさんが川で洗濯をしていると、どんぶらこどんぶらこと大きな桃が流れてきました。おや、これはいいお土産になるわ。おばあさんは大きな桃を拾い上げて家に持ち帰りました。わからんってきたパパから。なんでわからないらしいです、男とは何か。はい、続き。そして、家に持ち帰りました。そしておじいさんとおばあさんが桃を食べようと桃を切ってみると、なんと中から元気のいい男の子の赤ちゃんが飛び出してきました。これはきっと神様がくださったに違いない。子供のいなかったおじいさんとおばあさんは大喜びです。桃から生まれた男の子をおじいさんとおばあさんは桃太郎と名付けました。桃太郎はすくすく育って、やがて強い男の子になりました。そしてある日、桃太郎が言いました。僕、鬼ヶ島へ行って悪い鬼を退治します。おばあさんにきびだんごを作ってもらうと、鬼ヶ島へ出かけました。旅の途中で犬に会いました。マモ、犬だね。桃太郎さん、どこへ行くのですか。ワンワン、鬼ヶ島へ鬼退治に行くんだ。それではお腰につけたきびだんごを一つくださいな。お供しますよ。犬はきびだんごをもらい、桃太郎のお供になりました。ちょっと読み聞かせが聞きたいっていう方がいたんで。そして今度は猿に出会いました。桃太郎さん、どこへ行くのですか。ウキー、鬼ヶ島へ鬼退治に行くんだ。それではお腰につけたきびだんごを一つくださいな。お供しますよ。ウキー。そして今度はキジに出会いました。桃太郎さん、どこへ行くのですか。コンコンかな。鬼ヶ島へ鬼退治に行くんだ。それではお腰につけたきびだんごを一つくださいな。お供しますよ。こうして犬、猿、キジの仲間を手に入れた桃太郎はついに鬼ヶ島へやってきました。おめでとう。鬼ヶ島では鬼たちが近くの村から盗んだ宝物やご馳走を並べて酒盛りの真っ最中です。
みんな抜かるなよ、空かかれ。犬は鬼のお尻に噛みつき、猿は鬼の背中を引っかき、キジはくちばしで鬼の目をつつきました。そして桃太郎も刀を振り回して大暴れです。とうとう鬼の親分が、参った参った、こうさんだ、助けてくれと手をついて謝りました。桃太郎と犬と猿とキジは鬼から取り上げた、宝物を車に積んで元気よく家に帰りました。おじいさんとおばあさんは桃太郎の無事な姿を見て大喜びです。そして3人は宝物のおかげで幸せに暮らしました。とさあ、おしまい。パパから連絡入ってますか。何ですか。はい、男とは何か、それ来ます。来ますか、はい、皆さん、男とは何かの返信が返ってきます。待ってください。なぜきびだんごを持っていると分かったのかな。匂いですよ、多分匂いで多分来たんですよ。鬼ちょっとかわいそうよね、桃太郎って。何か思うところもないですか。男とは潔いらしいです。絶対自分の名前とかけてるよな。名前言っていい、パパの名前聞いてみて。名前言っていいの。私のお父さんの名前は深井清なんですよ。はい、でお父さんによると、男とは潔いということは自分のことですということですね。おめでとう。あの、皆さん、男とは何か、男らしくしたいと思った時はうちのお父さんを思い浮かべてください。デリーファーストができてかっこよくて、上から目線じゃなくて腰を低く持つ、これがお父さん、男でございます。潔い。お父さん、自分の名前を出してきたな。うまいな。これは座布団9枚。9枚ですか。素晴らしい、9枚と。うん、親やからっていうエコひいきも入れてるからな、そうなんですよ。まあね、ここで区切りが来たということで、皆さんいい感じに終わりましょうかね、ママ。そうですね、皆さん、お父さんに感謝、パチ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 。はい、それではですね、皆さん、今日は、お付き合いいただきありがとうございました。はい、私はね、明日早く起きて集中しないといけないので、インスタグラム、ツイッター、ももやブログフォロー登録お願いします。しゃっくりが、インスタグラムはですね、今ストーリーを更新しているので、ぜひ見てください、お願いします。握手会ね、ぜひ持ってるっていう方は、特会ぜひ持ってるっていう方はね、ぜひ来てくださると嬉しいです。でも無理はしないでください。それではね、明日明後日は多分できなくて、30日もできるか少量も開かないですけど、できる時に頑張ってするので、皆さん楽しみに待っててください。これもフォローしてね。それでは皆さん、バイバーイ。